ドラはウーマンです。ドラターツがあります。二階堂割と大谷は形がいいように見えるんですがね。そうですね。ただ誰がいいとは言えませんか、この段階では。うん、まあ、これで一面接対応にしたいですけど。そうですよね、きっと。あのこうユーラスのオーラスの逃げる時って、はい、あのクイタンって微妙なんですよね。というと使えるパイ多いし便利なんですけど。うん、危ない。あ、中チャンパンしか残んないわけですから、そうですね、ディフェンスが効かないわけですよね。はい、最高なのは薬杯あんこですけど、そうですね、薬杯ポンでも1球杯使える分しのぎやすいんですよね。これ6チッパーでインシャンってんですけど、ちょっと考えてますね。一応パーピンから切るのがいいんじゃないですか。え、ローワンじゃダメなんですか。ローワンはドラがウーマンで、ウーマン引いた時に今度は3色っていうか、うん、まあ、ピンフ系の方にしようともできますからね。まあ、スライドさせればいいだけなんですけど。でもローマン切りもありますよね。別に高い点いらないんで、まあね、パーピン頭でローピンにウーピンくっつけて急速を取り戻してたんよっていうのもあるんでね。テンパイ逃しですけど、何切りますかこれ。もういいでしょうね。ああ、ローマン切ったか。一応テンパイチャンス、まあでも役なしのテンパイチャンスはどうですかね。でも闇点突っ張で、突っ張というか闇点押しでいくんですかね。うそうですね、手代わりもあって。靴は白はもうすでに場に1枚出てますね。これ大谷は違う考え方だったら何切りが他には考えられたんですか。とりあえず急層つもぎ入りかなと思ったんですけどね。あ、まあ、ただローマンにうまくくっついたところでどうかなっていうところもありましたからね。ちょっと迷う手でしたね。うん、そうですね。あら、仕上がりました。このサブロッソは強いですよ。3層が4枚いき、ロソが3枚か、はい、3枚の1枚だ。全部で4枚。うーん、そうか、この順番だと4枚まあ普通か。でもまあ積もればね、小山んでこれ誰も近寄れないですよね。ああ靴のツモが前に行ってるけど、何はションパイでしたか。あ、1枚切れか、自分で1枚切ってたか。ハク仕掛けていくのかな。いやだってアンパイ2枚をね潰すことになってさらに無筋通すわけですよね。麻雀教室だったらやめましょうっていう。いや、チーピン押しましたからね。なるほどね。スイッチ、これ仕掛けなかったね。大谷チーソー4現物だけどね、チーすればチー点でカンチーソーのテンパイで買わせるんですけど、うんうんうん、やっぱり急走もちょっと打ちづらいかな。そして水木の手が詰まり気味。チーピンかなり強いですからね。チーピン強すぎますよね。現物待ちもケアしなきゃいけないので、チーソーも打ちづらい。当然枠数にも飛び込みたくない。これでもチーしてればどうだったのかな。上谷その辺もか、これどうする。ますますチーできないですよね、これ。そうですね、これ残り1枚になっちゃいましたもんね。そうか、ね、やめた。うん、ちょっとちょっと本人の中ではもういけないですね、これでは。あ、気を逸した感じはあるので。なるほど。あと枠がどこまでですかね。枠まだシャンテン。でも止めに行こうとしてますね。ですよね、はい、ドラ、うん、このヤウマの筋はちょっといいかな。アマゾネスでもこれ白じゃないですか、さすがに。白打つか、なんだろう、
ウーピン打つかで迷ってんのかな。はあはあ、いやでもさすがに白。いや打つんだ。これまだ勝負にいってるんでしょ。すげえな。なんだろう。なん根拠が。二階堂ルミというライバルをここで落とさなくてはどっちみち先行ってもダメだって思ってんじゃないですか。どうですか。これは悔しいな。いやでもそうかもしれないですね。かなりルミプロ意識というかしてましたよ。そうでしょう、はい、私のたちの団体のプロクイーンの決勝戦でもやっぱり意識してるプロとして挙げてました、はいはい、これどうする。チーしてレアンマン来て白バック取る。取りますねきっと。押しましたからね。いやこれ勝ったらすごいけどな本当に。まず一番いいのは何から押さない人が結構多いと思うんですよ。トップ目だから。あーどうなるんだろう。さあ白はあと1枚、ね、先ほどまだね4枚生きてるんですね。生きたままですよね。4枚ですか。あそこに4枚いるんですよ、やっぱり強い。でいつもタイヤをドラ。白があそこにいた。あそこにいた。あ裏よ。ブライオン、バイマンか。すごいですね。はい、ありがとうございます。